何じゃん。ほらこっちだ、来なよ。あれ見えるか、猿の腰掛けの上に置いてあるの、兄ちゃんの双眼鏡じゃない？ノリコのいたずらじゃねえかな。アマッポだ、危なかった。アマッポがある場所には木の幹を削り上げたり、いろいろと目印があるから、ズキンちゃんも覚えておけよ。鹿を取るために誰かが仕掛けたんだろう。まだヒグマはみんな巣穴にこもっているからな。平太が見たという場所よりさらに広く探したが、穴ごもりし損なったマタカリプの痕跡は一つもない。平太はどうしてヒグマがいるなんて嘘をつくんだろう。おい杉本、あれ、アシリマさん、あっちにヒグマいた。俺たちも見たよ、平太師匠の言う通り近くにいる。ウェンカムイから平太師匠を守らないと。